ドライヤーって、うん、普通のドライヤーこの空気を吸って電熱線とかでこう温めて暖かい空気を出すじゃないですか、うん、その空気を入れる側でおならをしたら、うん、火が吹いた気をつけてください。本当になんでそんなことしたんだよ。バチバチバチってしてでなんかねゴミ箱の内側にかけてたビニールにちょっとこう引火しそうになって本当に危なかったから絶対やんない方がいい。絶対やんないよそんなこと。そう言われましたね。そんなことしようと思わなきゃできないんだから。ねえ。いやだからドライヤー使ってる間におならするのは危ない。気をつけてください。気をつけてください。